キッチンポケット初期設定ガイド。アプリをご利用いただく前に必要な機器などを確認しましょう。クラブパナソニックの会員登録が必要です。キッチンポケットアプリをダウンロードしてください。インターネット環境が必要です。ステップ1、お使いのビストロを登録する。キッチンポケットアプリを起動してください。ホーム画面下のキッチン家電アイコンをタップします。ログインをタップして、クラブパナソニックの ID とパスワードを入力しログインしてください。家電登録をタップします。機器カテゴリーを選択します。登録するビストロの品番を選択します。無線 LAN ルーターをお持ちの方を選択します。ステップ2、ビストロを無線 LAN に接続する。お使いのビストロを過去に利用された方がいる場合、アプリ画面に従って初期化を行ってください。完了したら同意するをタップします。本体操作部のキャンセルを2秒以上長押しし、画面に QR コードが表示されたらアプリ画面の次へをタップしてください。本体画面の QR コードを読み取ります。本体操作部のスタート・セレクトを押してください。本体にこの画面が表示されたらアプリ画面の次へをタップします。無線 LAN ルーターを選択し接続をタップします。無線 LAN ルーターのパスワードを入力して OK をタップします。無線 LAN ルーターに接続中に切り替わります。スキャン接続が完了し、無線 LAN ランプが点灯します。ステップ3、家電登録をする。マイ家電登録。登録する機器の情報を入力します。ニックネーム、購入年月日、購入店カテゴリーは必ず入力してください。情報を送信し完了をタップしてください。以上で設定は完了です。